はい、今日はね、初来店のお客様いらっしゃったんで、対戦したいと思います。こんにちは。こんにちは。はい、お名前は？ヨウムです。ヨウムさん。はい。カタカナでヨウム？カタカナ、カタカナで。ヨウム院のヨウム？うん、違う。ヨウムってのは？妖怪のように。あ、妖怪のように。夢で無で。あ、いいですね。はい、妖怪の夢ということで。はい、わかりました。一応、掃除源これです。はいよ。お、そういうやつか。わかった。ヘルボロフとかそういうの？違うの？あ、そうですね。そういうのよし、はい、やりましょう。よし。じゃあヨウムさんは、高校生。高校生です。高校生、はい、うん、今日はあの埼玉県の浦和方面だっけ、ね、あっちの方から来てくれた、ありがとうございます、はい、よし、結構遠いんだよね。同じ埼玉でもなんか便が悪いんで遠いんです、あっち方面は。そうですね、結構遠かったですね。ありがとうございます、はい、じゃあやりましょう。はい、じゃあお願いします。最初はグーじゃんけんほい、負けた。お願いします。お願いします。どうしようかな。じゃあ渋谷です。はい、ドロー。おい、ドロー。じゃあね、ディスドライブを置いてターンエンド。はい、じゃあどうします。じゃあサービス終了です。はい、じゃあ置きます。お、シャカパチが激しい系だいきます。じゃあ、ブレイオーバーキルグレイブヤードを貼って、はい、1マナ、はい、オンリーウォーカー、はい、1マナオンリーウォーカー、はい、ターンエンド。はい、はい、じゃあどうします。オンリーウォーカーは出ただけでは何の役にも立ちませんが、誰かがやられたりすると打てるようになります。しかもダブルブレイカーです。なるほど。はい、手が事故ってんな。手札よしいいぞいいぞ、のんびりやってくれいきます。ドロー。じゃあスパイナーを置いて赤と黒の3マナ、はい、リースドライブ、はい、スピードアタッカーです、はい、じゃあ手札を増やしていいよ、はい、1枚ブレイク、はい、ないです。ないです。はい、じゃあターンエンドです。はい、どうします。いやちょっと待ってよし、いいよいいよ、のんびりのんびりしててくれたまえ置きます。きついよ。ドロー。おー、いいじゃん、いきますよ。はい、どうぞ。いいのかこれ。いいやいいや、これを置いちゃう、はい、そして1マナ、はい、さらにオンリーウォーカー出ただけ、はい、だがしかしこの最後の手札がゴゴゴブランドって書いてあるので勝手に出てきます。ええ、よし、じゃあ赤マナがあるんでワンドローもらうよ、はい、で打てるぞ、はい、ダブルブレイク。あ、シルドトリガー。はい。祝いの天秤。ほう。まあ、とりあえず、うん、じゃあ1枚捨てて、うん、2枚だっけ、はい、1枚捨てて、次にします、うん。はい。はい。だけ？はい。だけでいいの？じゃあ打っちゃうよ。リスドライブでもう1回アタック。はい。あ、もう1枚。またか。また天秤、はい。じゃあ1枚、うん、あー、1枚捨てて。1枚捨てて。お願いします。はい。はい、じゃあ僕はこれでもこの人打てないんでターンエンドです。はい、お願いします。はい、いや濃いよいやー、ルーは随分増えたはずだ。いやー、どうしよう、やばい、どうしよう、これはまずいな。あー、どうしようかな。でどうするか。あー、どうしようかな、どうしよう。サマラ、はい、リロードチャージャーで。リロードチャージャー、はい、1枚捨てて読んで、うん、でチャージャー効果でも送ります。はい、あー、終了で。終了。よし、何もできないぞ今のうちだ。やばい、ドロー。じゃあね、はい、何もチャージせずに、はい、3マナ、はい、マグナム、やばマグナム、はい、よし、リースドライブで最後の盾をアタック。気がないです。ゴゴゴブランドでダイレクトアタックです。ありがとうございました。ありがとうございました。よっしゃ、ありがとうございます。事故ってた？めっちゃ事故ってました。めっちゃ事故ってた。じゃあもうそれも、じゃあ僕の人間力で呪いをかけたんで。よし、じゃあ、ごめん、あっさり勝ってしまったが、549番目の犠牲者として、はい、妖怪のように夢、ヨウムくん。はい。はい、勝たせてもらいましたので、はい、こちら書きました。ありがとうございます。はい、じゃあ今日せっかくなんでゆっくり遊んでってください。はい、ありがとうございます。ブックアイランドジュニア入間店は埼玉県入間市にあるカードショップです。ブックアイランドでは YouTuber を全面的に応援しております。店内での撮影はもちろん OK、 Wi-Fi も開放しております。充電も可能です。 YouTube に動画を出してみたい方、ぜひご来店お願いします。スタートをぜひ応援させてください。